大竹警察署で行われた感謝状の贈呈式。高齢女性がコンビニで電子マネーカードを購入する際に説得し、詐欺を防いだとして店舗が表彰されました。その高齢女性はパソコンがコンピューターウイルスにかかったとして高額の電子マネーを買うように指示されていました。本当に身近にあるんだなっていうのと、お客様が被害に遭われなくてよかった。今増加傾向にあるサポート詐欺。インターネットを使用中に警告画面に切り替わり、表示された番号に電話をかけると相手からパソコンを修理するための電子マネーなどを要求されるというものです。パソコンから大きな警告音が鳴る場合もあり、焦って犯人グループに言われるがままコンビニで電子マネーを買うように指示されるのです。県内では11月末現在で42件もの被害が発生していて、去年の被害数を超えています。広島市内に住む会社員の寺本明彦さん、突然の出来事に冷静ではいられなかったといいます。すごい警告音が出てですね、ビンビンビンっていうのは本当にウイルスがかかったのでここに電話してくださいっていうようなメッセージが書いてたので、そこに電話してしまったというような過去ですね。実在する会社の名前を語っていたため、メッセージを信じてしまったという寺本さん。画面に表示された番号に電話をかける。ウイルスをかかったチェックするためにはこういうサービスがありますという案内をされててですね、女性の片言だったので、そこでまずはおかしいなと思わないかといけないんですけど、まずちゃんと信用して。海外の会社ということもあり、片言の日本語を怪しいと思わなかった寺本さん、すぐに電子マネーを要求されました。ウイルスを除去するための、サービスが、1年、3年、5年っていうサービスが、3年はいくら、それで5年はいくら、それで無制限が8万っていうことで、無制限で、8万円のサービスをお願いしますということで。指定された電子マネーカードをコンビニで購入。自宅に戻ると、電子マネーのシリアルナンバーをパソコンについているカメラに映し出すよう言われました。その後、上司を語る男性が電話を代わりました。番号が書いてあるので、その番号を見せてくださいって言って、それでちょうど見せたら写真、確認取れましたのでって言って。しかし、犯人グループはエラーが出るなどと言い、追加を購入するように求めてきました。手元の現金がなくなった時、寺本さんは初めて怪しさを感じました。今お金が下ろせないので明日にしてくださいって言われた時には口調が変わってきましてですね。警察に相談すると言った途端、相手の態度が豹変。もう切らしてもらいますって言ったタイミングはもうバカ野郎って言って寺本さんはすぐに警察へ相談。しかし32万円もの大金をわずか2時間余りで失ってしまいました。早く治さないといけないというのが、心境的にはそれが詐欺の、一つ考えるということができなかったのかなと思います。今もお金は戻ってきていません。しかし自身の経験を詐欺防止に生かそうと、県警のサイバー防犯ボランティアとして活動しています。パソコン使用中にもし警告画面が表示されたらどうすればいいのか。表示された連絡先に絶対に電話をかけないことで被害を防ぐことができます。一旦電話してしまうと巧妙な語り口に騙されてしまう人がほとんどです。この手口の場合、パソコンは実際にはウイルスに感染していないことが多いから、閉じる X ボタンを押して警告画面を閉じましょう。もし閉じる X ボタンを押しても警告画面が消えないときには、キーボードの左上のエスケープキーを押し、表示された閉じる X ボタンを押す。あるいは作業中のデータが失われてしまう可能性はありますが、パソコンの電源を長押しし、強制終了をさせるといいと思います。片言の日本語を話す犯人グループ、被害者に名乗った名前も分かっています。広島であればやはり圧倒的にマイク・ミラーが多いんですが、その他にもウィリアムとか、女性であればリーという名前が多いっていう特徴がありますね。誰もが被害に遭ってしまうかもしれないサポート詐欺。警告画面が出たら落ち着いて対処することが何より大切です。はい、非常に悪質なサポート詐欺なんですが、取材した毛利記者によりますと、日本では数年前からある手口だそうです。また11月末現在で被害額は去年1年間の2倍ほどになっているということです。この手口が巧妙なのは、またこう買いに行かせるときにエラーが出た分はちゃんと返金しますよと被害者に伝えることで、少し気持ち的な部分が、返ってくるんだっていうね風になるというところと、寺本さんもその言葉を信じたために複数回買ってしまったという。